皆さんはイラストのために犠牲にしたものってありますか？皆さんこんにちは、モップです。今回はイラストのために犠牲にしたものというテーマで若干の自分語りをしていきたいと思います。なぜ今回この話をするかというと、僕は大学生になってからイラストを描き始めたので、イラストを描くのが当たり前という生活になったのは大人になってからです。小学校、中学校、高校の間は普通に遊んだり、部活をやったり、バイトをしたりしていたので、その頃からお絵かきをしていた人に比べると圧倒的に差があるわけです。なので、その差を埋めるためにどこかの時間を削ってイラストを描く時間を確保してきました。もちろん高校生までの間にイラストを描かなかったおかげで得られたものもたくさんありますが、子供の時、特に高校生までの時間は非常に長いですし、大学で芸術系に進めば受験や大学の時間もイラスト関係に没頭することができます。もっと早くからイラストを描いていればよかったという考えをお持ちの方も多いと思います。そこで今回は、大人になってからイラストを描き始めようとすると、こんなものを犠牲にする可能性があるんだということを話していこうと思います。もちろん人によって上達にかかる時間や犠牲にするものは違うと思いますが、僕なりの対処法もお伝えしていきますので、あくまで参考にしてみてください。それでは今回の動画の目次です。犠牲にしたもの、1、2、3です。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは20歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。最近のイラストはこんな感じです。早速本題に入っていきます。犠牲にしたもの1。犠牲にしたものの一つ目は健康です。今回犠牲にしたもので時間という回答は出さないようにしています。時間があれば何だってできますからね。一つ目の健康についてですが、僕は学生時代陸上部に所属しており、大学生の初めにはフルマラソンに出たことがあるくらいには体力バカでした。ですがイラストを描き始めてからは外で運動する時間がめっきりと減り、今では1キロ走る体力もないんじゃないかと思います。筋肉量も減ったので姿勢が悪くなり、中学生の時のヘルニアが再発したり、突然首の痛みが発症して10分以上イラストを描き続けることができなくなったりしました。またイラストは基本的に座った状態で描きますが、座り続けることは体に非常に良くないらしく、1日8時間以上座っている人は死亡リスクが 1.2 倍。日本は世界一の座りっぱなし大国だそうです。そういった健康面だけでなく、運動習慣がなく姿勢が悪いと顔色も悪くなり、老けて見えてしまいます。こういった悩みを抱えている絵描きさんは非常に多いと思いますし、そういった方の多くが健康だけは気をつけた方がいいとおっしゃります。確かに首筋の痛みや腰の痛みを放置すると絵を描けなくなってしまうこともあるのでよくありませんが、しっかり健康を意識した生活をしたままだと絵を描く時間を確保することが難しいので、僕としてはギリギリまで絵を描く時間を確保する方を優先するしかなかったと思います。すごい健康的な絵描き生活を送りたいのであれば、1日1時間くらいは運動やストレッチ、散歩の時間を確保する必要があると考えていますが、その時間が取れるのは学生や専業のイラストレーターの人くらいになってしまうと思います。とはいえ僕の体もボロボロなので僕なりの対処法をお伝えしていこうと思います。まず一つはいい椅子を買うということです。以前にも紹介しましたが、僕はハーマンミラー社のセールチェアというのを少し安く購入して使っています。それでも7万円くらいしましたが、前傾チルト機能という椅子の座面が前に傾く椅子は最低でもこれくらいはします。この椅子のおかげで腰については随分改善されました。今ではほとんど腰が痛くなることはありません。二つ目はリングフィットアドベンチャーです。これは任天堂スイッチで体を動かして冒険していくというゲームですが、短い時間で効率よく体を動かすことができます。スポーツジムに通っていたこともあったのですが、通うのに時間とお金がかかること、ジムだと自分の好きな種目しかやらなくなってしまうので、普段あまりやらない動きも強制的に行えるリングフィットは最高でした。雨の日にも家から出ずに体を動かせるのは強いです。この2つを取り入れたおかげで健康面はだいぶ安定しましたので、皆さんもぜひ参考にしてみてください。また、絵描きのための健康情報が他にもあれば教えてください。犠牲にしたもの2つ目。犠牲にしたものの2つ目は遊びについてです。遊びには2種類あると思っていて、1つはゲーム、もう1つは友人とかとの遊びです。先ほど任天堂スイッチの話が出ましたが、実は買ってから半年以上経つのにリングフィットとフィットボクシングしか購入していません。しかもゲームハードの購入は10年以上前に PSP を買った時以来のハードの購入でした。子供の時は携帯ゲーム機しか買ってもらえなくて、大人になったら自分でゲーム買ってやりまくるぞと考えていたのですが、大人になると絵の時間を確保したくてゲームをやる時間が全然ありません。移動中や寝る前にスマホでアークナイツをやるくらいですが、これも本当は原神やウマ娘ブルアカもやりたくてインストールしたけど全然やれなくてやめてしまっています。
ゲームについてはやり始めたら無限に続けてしまうということもあるので、一つのゲーム以外やらないという縛りを設けるのは良かったかもしれません。何よりイラストを描くという最高のゲームをやっていると考えれば、むしろ人より長く遊んでいると言えなくもありません。ゲーム以外の遊び、人と遊びに行ったりということに関しては、大人になればそもそも遊びに行く回数が減るのは当然かもしれません。ここ数年はコロナ禍もあって、ほとんど外出せずに家でひたすらイラストを描いたり動画を作ったりしていましたが、最近久しぶりに温泉に行ってぼーっとする一日を過ごしてみて、こういう余暇の過ごし方ってイラストを描いている期間はほとんどしていなかったなと感じました。友達と遊んでいたり旅行に出かけたりしても、この時間でイラスト描けるのにと考えてしまう傾向がありましたが、最近は根を詰めすぎても逆に良くないなと思い、誘われたら積極的に遊びに行くようにしています。今までこの考え方を取ることはできなかったのですが、考えてみれば人生の中で楽しく過ごせる時間というのは限られているので、せっかくなら楽しめるときは楽しもうという考えです。ですが、イラストをガチで伸ばすぞと考えていたときは、一切遊びにも行かずに引きこもっていました。時にはそういう時間も必要だったと思います。僕の動画の視聴者さんはストイックな方が多い気がしますが、あまり無理せず遊べる範囲でうまく楽しむと良いと思います。犠牲にしたもの3。犠牲にしたものの3つ目はコミュニティについてです。言ってしまえば同級生との付き合いとか、前のバイト先の付き合いとか、仕事の飲み会とかですね。こういったものについてもイラストを描いている間に誘いを断り続けることによって、いつの間にかコミュニティ自体が消滅してしまったりしています。多分一緒にいたらそこそこ楽しく過ごせるけど、それだけという感じの付き合いは今はほとんどなく、本当に仲のいい友人とだけ遊びに行ったり、食事を食べに行ったりしています。人付き合いは一番時間を消費すると言っても過言ではないので、人付き合いばかりしていたら、とてもイラストを描き続けることはできなかったと思います。自分にとって重要なコミュニティはしっかり維持できているので、そこのバランスがなんとか取れてよかったかなと思います。去年1年間はほとんど人に会わなかったので、本当に人付き合いがゼロになってしまうかと思いましたが、結局インターネット上だけで有名になったり人気になったりしても、リアルが満たされなければ意味はありません。家族なんかは特に気を抜くと数ヶ月とか1年以上会わなくなってしまうこともあるので気をつけたいと思います。まとめ、それでは今回の動画のまとめです。絵を描くために犠牲にしたもの。1、健康。健康はお金では買えないけれど、カバーできる部分もある。2、遊び。ゲームも遊びも経験になる。けど、ほどほどに。3、コミュニティ。大事なコミュニティは大切に。ということでした。今回の内容は、僕がイラストを描くために諦めたり、100% 満足できていない部分について話をしました。人によっては、睡眠を犠牲にしたり、仕事を犠牲にしたり、食事を犠牲にしたり、学生生活を犠牲にしたり、あるいは、違う夢を犠牲にしたりと、いろいろあると思います。遊びの範疇を超えて何かをしようとすると、必ず時間的な限界が発生します。皆さんの犠牲にしたものや、それに対する対策など、コメント欄でぜひ教えてください。それでは最後に、今回の動画の終わりの言葉です。何かを得るためには、何かを犠牲にしなければならない、ということでした。今回の内容は少しダークな内容だったかもしれませんが、僕はイラストを描いてきたことに関しては全く何も後悔はなく、むしろ20歳頃からよく誘惑に負けずに続けたなという気持ちです。おそらくゲームをしたり、そこまで親しくない人とダラダラ遊んだりしていたら得られないものも得られたと思うので、描き続けていてよかったなと思います。このチャンネルでは初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想、動画にしてほしい内容などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、モチベーションアップにつながりますので、高評価やチャンネル登録などいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。